はい、今回のこの動画では、Facebook ページでのブログ記事の投稿方法と、その投稿した、ブログ記事をシェアする方、個人アカウントでシェアする方法を解説したいと思います。はい、ではまず、こちらのようなブログ記事に行っていただいて、こちらの URL をコピーしてください。はい、で、コピーしましたら、こちらの近況を投稿するというところで URL を貼り付けてください。はい、で、こちら、アイキャッチ画像が表示されませんので、一度消していただいて、再度同じ作業を行ってください。はい、で、このようにアイキャッチ画像がきちんと表示された状態を確認していただいて、こちらの URL を消してしまってください。はい。で、こちらのタイトルと、記事の簡単な説明ですね。説明をコピーしてください。はい。で、こちらでタイトルで1行開業していただいて、先ほども簡単な説明書きを入力してください。で、こちらの公開ボタンを押してください。はい。で、これで Facebook ページでの投稿が完了しました。あとは、こちらの逆三角形ボタンを押していただいて、これですね、個人のアカウントを選択してください。で、選択完了しましたら、こちらのシェアボタンをクリックしてください。で、こちらの投稿をクリックしてください。これで個人アカウントでのシェアが完了しました。確認してみますと、はい、このように個人アカウントでもきちんとシェアされていることが確認できます。はい、今回のこの動画は以上になります。